トヨタ自動車の企業内訓練校で、ものづくりのプロを育てるトヨタ工業学園の卒業式が開かれました。4年ぶりの通常開催となった今日の卒業式には、トヨタ昭雄会長も出席。249人の卒業生の代表に修了証書を手渡し激励しました。もっと勉強して、技を磨いて、もっと良いものを作ってください。 その先にきっと次の道があると思います卒業生たちは来月1日開発部門や製造現場に配属されます